ちゃ。こんにちは、ゆたかさん。はい、また連戦が終わりまして、はい、振り返り。振り返りね。はい。はい、で、今回は、振り返りと、また新しいカードでの、各チームの、まあ、課題やね。そうですね。次戦に向けての課題や、こう、対策、などをちょっと取り上げてみたいと思います。はいはい、では、まず、振り返りということで。ね、まあ、これ簡単にやっていくけども。はい。赤く丸で囲んだチームが勝ち越したチーム。はい、西武と楽天は1勝1敗ということでしたね。はい、ね。はい。まあ、巨人と DeNA は、まあ、連勝で巨人が勝ったと。で、まあ、2試合しかなかったんだけども、その中で山口が勝ちで丸が完全復活かな、もうそうやって言っていいと思うんだけども、はい、甘いボールを2打席連続でホームランしてるというね、うん、だから非常に巨人にとっては収穫の多い、DeNA 戦だったよね、はい、で中日阪神、まあ、2勝1敗で、阪神が勝ち越したんだけども、はい、あのバンテリンドームでさ阪神っていうのはちょっと分が悪かったのね、うん、で得点力っていうのがバンテリンドームだけはちょっと下がってんの、はい、これなぜかというと球場の広さだと思うんだけども、はい、まあ、そこをピッチャー青柳ガンケル、うん、2人が頑張ったよね、はい、まあ、それとやっぱ阪神の攻撃パターン盗塁をして、犠牲フライを打って点にするとかさ、まあそういうところがうまくいってる今で、中日の方はやっぱこう打てない、うん、だからちょっと苦しんでるよね、うん、ピッチャーは頑張ってるとは思うんだけど、はい、やっぱ打つ方が打ってやらないと勝ちに結びつかないというね、はい、で広島ヤクルト、まあ、3連勝で、まあ、ヤクルトが勝った、うん、もう調子がいいよやっぱり、はい、よく打つ、はい、ね、まあその中でもやっぱピッチャー頑張った高橋、はい、サウスポーもう結婚効果かって言われるぐらい投げてる時の顔つきが全然普段の時と違って、うん、それとねインタビュー受けてね、うん、やっぱ表情が変わったね、うん、なんか責任感というかまた明るくなってるし、はい、なんかすごく今後も期待できるような感じが受けた、うん、まあ、それとやっぱ村上、はい、やっぱ3戦目なんかその見事なホームランだよね、流してホームランっていうのをやっぱ描いてるような感じのホームランを打ってる、はい、まあ、素晴らしく成長したよね。うん、それと最後ダメ押しを取りに行く時の一塁への駆け込み、そういう姿もやっぱ素晴らしく映った、ね、まあ、確かにこのベテランとか青木とか、はい、そういう2番に入ってね自在のバッティングを見せてくれてる。ヤクルトはベテランと若手の融合で、うん、まあ、3連勝したということでね、はいはい、パリーグ、はい、パリーグで西武と楽天で1勝1敗に終わったんだけど、はい、楽天が連敗でずっと来てたんだよね、うん、で誰が勝つのかなと思ったらやっぱこの男が勝った、はい、田中将大、はい、マー君、うん、はい、これねずっとデーゲームで投げてたんだけど初めてナイターで投げたんだよね、うん、夜のゲームで、はい、まあ、それでやっぱこう日にちをずらしたことによって俺気分転換もできたと思うんだよね、うん、それと流れも変わる、はい、投球内容としたらあまり本人も褒められたもんじゃないっていうふうには言ってたんだけど、うん、そうでしたね、うん、だけど勝ったということ、うん、また止めたということ連敗をね、はい、だからちょっと楽天にまた流れが戻ってくる可能性がある、うん、ね、そういう2連戦だった。ここも2試合だったけどね、はい、でロッテソフトバンク2勝1分け、ソフトバンクが負けなかった。柳田、はい、2本のホームランで、はい、3戦目は勝ったけども、はい、まあ、打てない打てないって言われた中でこう引き分けた試合で、うん、柳田が満塁で、はい、ワンアウト満塁で打てなかったんだよね。で、悔しかったんだろうね。多分寝てないと思うよ。うん、だけど3戦目に2本のホームランを打ち、まあ、打線を引っ張り大量点を取ったという、はい、7点取ったのかな3戦目の時にね、はい、うん、だから、まあ、打線復活でようやく、まあ、ようやくだないやようやく今日は寝てると思う、はいはい、オリックス日本ハム2勝1敗、はい、オリックスが11連勝してたんだけど日本ハムが止めた、うん、よく伊藤が頑張ったよね、はい、伊藤が頑張ったんだけどやっぱオリックスの強さに2勝1敗という、はい、でその中でやっぱ紅林っていう選手がやっぱよく成長してるで成長を見せてくれてる、はい、だからこれはやっぱ首脳陣も嬉しいだろうし、はい、オリックスファンは嬉しいだろうね、うん、ただ連敗が止まった後がやっぱ大事だということなんだよね次ですね、これがね、はい、で次、はい、次のね、はい、課題と対策を書いてみました、ね、まず次の対戦ヤクルト巨人、はい、ヤクルトは正念場。これなぜかというと、まあ、勢い同士のあるチームなんだけどやっぱ阪神を追っかけてるよね、は
でそれだけに直接対決、これに勝ち越した方が阪神への挑戦権を得るみたいな、うん、そういう感じもするし、ヤクルトは巨人阪神って続くんだよね、対戦が、うん、なるほど。だからもう正念場、そういう意味で、うん、はい、ここで5割もしくは勝ち越すようなことがあると、はい、ヤクルトはもっと勢いを得る。で巨人は継続、何が継続なのかというと、やっぱり勢いが出てきた、まあ、梶谷も怪我人も戻ってきて、そうですね、うん、はい、で山口が勝ち、はい、まあ、山口はこう投げないけど、ね、丸が完全復活してるということ、はい、坂本も戻ってきてる、はい、だから6番に入ってる梶谷がもう調子は悪くないんだけど、うん、まだ完全復活っていうほどの、うん、まだ活躍はしてない、はい、ここでできると、だからどっちが勝つかっていうのは非常に大きなカードだよね。なるほど、うん、だからまあヤクルトは正念場、巨人と阪神に続けざまで当たるということ、はい、だからまずは巨人を倒さなきゃいけない、うん、巨人は継続をしなきゃいけない、はい、ね、でヤクルトも巨人もこの対戦で今後の流れに左右してくるということを、可能性はあるよね、可能性はある、はい、だからすごく大事な3連戦になると思う、うん、はい、で次阪神対 DeNA、まあ、油断大敵、何が大敵なのか、はい、今 DeNA の状態があまり良くないんだよね、うん、交流戦の後ちょっと、そうなんだよ、また、うん、まあ、またちょっと勢いをなくしてるというね、はい、でその中で油断大敵、やっぱ星を落とさないということだよ、こういうチームに、でこういうヤクルト巨人が競ってる時に、はい、やっぱ負けないということ、うん、これが一番大事なことだし、はい、やっぱここで勝っていくとさらに差を広げられるという、はい、だから油断は絶対するなということだよね、うん、で DeNA の方は変更、何を、うん、やっぱね、打順をもう少し考えた方がいい、うん、なるほど、で当たってるね、大和が8番をずっと打ってんだよね、で伊藤もぎっくり腰で戦列をちょっと離れてて、はい、2番に柴田を入れてたんだけど、うん、俺はねやっぱ勝負強い大和を8番から2番に上げるとかで、あの打線を見てると6番にランナーが溜まってくるんだよね、はい、だからそこに大和でもいいし、うん、だから少しもう少し打線が流れるような形を DeNA は考えないと、はい、やっぱ点が取れない、打線をもう少しこう細かく落とし込んで組んでいった方がいいということですね。まあそうだね、ちょっと考えた方がいいね、ここら辺はね、はい、広島中日、はい、で扇の要って書いてあるけど、はい、やっぱね今日でも坂倉、石原、中村、長生、はい、このキャッチャー登録の3人がスタートしてるんだよね。そうですね、うん、やっぱね、扇の要って一番守備ではすごい大事なところだと思うのね、はい、だからそれだけに誰かをやっぱ決めた方がいい、うん、落ち着かないと思うんだよチームが、うん、それと、まあ、キャッチャーのポジションってよく言われるのはグラウンドに出た時の監督だって言われてるのね、うん、その監督がコロ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 変わるようだとやっぱチームが落ち着かないし、はい、俺は坂倉で行ってほしいんだよね。なるほど、うん、例えばこうピッチャーが誰というところでキャッチャーが変わるっていうことはあったりするじゃないですか、ね、うん、相性とかあるよね、はい、ただこの今の広島の場合っていうのは、うん、そういった感じでもないですかね。そう、うん、まあ、そういった感じでもない、うん、まあ、例えばその前に完封してるのに、うん、次の時はキャッチャーが変わるとかさ、はい、まあ、そういうことも行われてるし、はい、だからやっぱ扇の要を作るんだったら作るでやっぱしっかり固定した方が俺はいいと思うんだね、うん、広島はね。で中日の方はビシエド、はい、もう、まあ、あの名前がドンとこれ一人だけにかぶせたらちょっとかわいそうなんだけどさ、はい、やっぱまあビシエドプラス主力だよね、うん、高橋周平であり大島、はいはい、これが打たないとやっぱ中日はいくらピッチャーが良くても勝てない、うん、点を取らないと勝てないですよね。勝てない、うん、はい、だからまあこのビシエドの復活をこのカードでは、うん、まあ、見せてほしいなと思うよね、はい、でパ・リーグ、パ・リーグ、はい、楽天配置転換、はい、配置転換を田中将大がナイターで投げたように、うん、はい、それで勝ったよね、はい、でね毎週日曜日は早川なの、はいはい、で早川を一回ナイターで俺を使ってほしいと思うんだよね、うん、まあ、これから暑い時期になってくるからナイターにはなってくるんだけど、はい、やっぱこう気分転換で他の曜日も投げさせてやるとまたちょっと流れが変わってくるかなという、うん、なるほど。でもうあの今回の田中マー君みたいなことですよね。そう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 、はい、
でね、楽天はね、かたくなにね、ローテーションをずーっと守ってんだよ。うん、だから、まあ、故障しないっていうのが一番なんだけど、はい、それで回せるっていうのが一番なんだけど、はい、少し配置転換をしてやると、ちょっと気分も変わって、また違った形が出てくるかなっていうふうに、なんかそういうふうに感じるようになってきたんだよね。で、ソフトバンク、打線復活。本当に復活なのかというのは楽天の投手陣はやっぱりいいんで、はい、だからまあ相性はいいんだけどね、ソフトバンクは楽天に、はい、まあ打線完全復活するか、まあここら辺が注目だよね。ようやくそういった兆しが、そうだね、はい、見えてきて、ただソフトバンクは打線が打たなくても日分けに持ち込めるだけの力はまだ持ってんだよね、はい、だから打線が復活するとちょっと乗ってくるかなという感じがします。はい、ね。で、オリックス。オリックスと西武、両方、両方ピッチャーの名前がドーンと来てますが、はい、うん、オリックスはね、はい、連勝が止まったね。その後にダラダラって連敗する可能性のチームなんだよ、はい、まあ、オリックスだけじゃないよ、はい、他のチームもあれだけ大型の連勝した時にやっぱパラパラっとこう星をこぼす時があるんだよ、うん、はい、でも昨日負けてすぐ山本を持ってこれるというところに隙があるのかどうか。うん、一方高橋コーナー、はい、高橋コーナーは山本と投げ合って相性がいいんだよ。うん、そこできっかけを作るか、はい、もしオリックスが明日山本で勝つようなことがあったらまた連勝する可能性が出てくる。うん、でもそれをさしちゃいけない、西武は、はい、高橋コーナーが山本と投げ合いで相性がいいからね、何回も勝ってるから、はい、ここで止められるかどうか。うん、そしたらまたおかしくなるよさパリングはで西武の浮上のきっかけになる、はい、そうですよね、うん、もう本当ゲーム差がそんなないので、そうそうそう、ちょっとした勝敗で順位がと変わってきますよね。変わってくるよ、はい、だから非常にこれも注目のカードだよね。はい、で最後、はい、日本ハムとロッテ、うん、日本ハムの方は、はい、若手も多いしやっぱ誰かリーダーが出てきてほしいね。うん、なるほど、うん、やっててね、見ててなんかこう取ってつけたのばっかりで、うん、あ、それが結果が良かった、あ、これつけたのが悪かったから結果が悪かったじゃなくて、やっぱこうチームを引っ張っていけるぐらいのリーダーシップを取れる人間が出てきてほしい。中心となってこうチームを引っ張っていくっていうことです。そうそう、だから俺が期待してるのは、はい、セカンド守ってる渡辺、うん、速球破壊王子、はい、ねって言われてるその渡辺っていうのがやっぱりリーダーシップを 取り経験も豊富だからね、はい、若手の中では、うん、だからそういったことで日本ハムをちょっと盛り上げてってほしいなと思うよね。うん、うん、でロッテの方は、はい、これ数字を書いてる、はい、これ何か分かる？打率ですかね。お、打率なんだこれが、うん、どなたの打率かなというところですよね。荻野、はい、1割8分2厘、うん、マーティン、はい、059、これは交流戦後の打率なんだよ。交流戦後の、うん、はい、でロッテがやっぱ勝てないのは、うん、やっぱこう 1,2 番が打ててないということで塁に出ないということなんだよ、はい、だから得点にならない。だから荻野とマーティンがやっぱチームを引っ張るぐらい打っていかないとやっぱ苦しいよって。なるほど、もうやっぱそのね、1番2番の打率、出塁率っていうのはうん、とても重要になってきますよね。とても重要、うん、だから日本ハムは噂とか投げてくるだろうし、はい、まあ、そうなってくるとやっぱロッテも苦しいだろうから、うん、この 1,2 番がやっぱりいかにして出塁をしていくか、はい、まあ、そういうことが鍵になっていく、うん、次の対戦、課題と対策で、はい、まあ、ちょっと喋っていったけども、はい、ね、まあどうなるかな。まあ一番のセリーグの注目はやっぱりヤクルト巨人だよ、うん、連勝同士で当たるからね、はい、そう、勢いのあるチーム同士ですね。そうそう、でやっぱこうオリックス、うん、楽天とソフトバンクが潰し合いをする中でオリックスが西武に勝てるかどうか、はい、で明日の、まあ、今日だよね、今日の試合、山本由伸と高橋コーナーの投げ合いっていうのは絶対見ものだから、うん、まあこういうところに注目してます。はい、皆さんはどうでしょうか。はい、はい、